あの花束とかアレンジとかが来た場合っていうのは、うん、まあ、10代20代30代40代っている中に、うん、どの辺をラインナップでこうチョイスしていくんですか。そうですね、うん、それはでも、もうでも本当に使ってほしい花とかは、うん、まあ伝えたりして、うん、お母さんにやってもらって自分でやったりしますけど、うん、基本的に準備してもらってるかな。ああ、まあそこはもう色合いとか、うん、いろんな花の雰囲気で、そうですね、まあ、ちょっと、まあでも、まあ店に寄ったらお母さんらもこれ早く使わなあかんなとか、ああなるほど、そういうのは分かってくれてるので、そこはうまいことなってる。そうですね。うん、でまあ本当にちょっと悪い花とか、うん、早く出してるなと思うときはあの。うん、まあ、あなたも作ってみて計算していると思うんですけど、うん、それをちょっと安くサービスみたいな、そうサービスみたいな感じで、うん、でボリュームを出す、そうですね、うん、まあ、そういう形でやってます、うんうんうん、なるほど、難しいかもしれない。あなたも作ってみてほしい。それではこれから、はい、挑戦したい仕事って何かありますか。挑戦したい仕事、うん、挑戦したい仕事っていうのはないですけど、うん、いや、金を極めたいですよね。ああ、もっともっと極めたい。そうですね、うん、もう言うたらもうお金で飯食っていくわけなんで、うん、今は金で飯食ってない。まあまあそうですけど、うん、だからもっともっともっとブラッシュアップしていくと、はい、はい、大きく金で頑張りたいです。店舗を増やすであったり、またそういう風なのは今のところは考えてないと。考えてないです。うん、まあ、今じゃあ3店舗あるうち、はい、この3店舗が例えば、うん、経費であったり仕入れを抑えつつ売り上げを伸ばしていくっていうようなことに努めていくと。そう、各店のレベルアップ。おお、じゃあどうやったらレベルアップってできそうですか。それは、うん、僕がレベルアップしたら、うん、レベルアップすると思います。じゃあ大橋くんのそのレベルが今の、まあ、売り上げであったり現状のレベルで間違いないと。そうですね、うん、そうです。じゃあ大橋くんがもっと勉強してレベルアップすれば、はい、店の売り上げであったり利益っていうのは伸びていくと。そうですね、うん、中身もしっかりしてくると思います。仕入れのこととか、ああ、うん、じゃあ中身をしっかりさすために自分に自己投資をしていくと。はい、はい、あの頑張ってください。力を貸して頑張ります。それでは、はい、花屋は儲かる業種だと思いますか。まあ、これ難しいですよね。そうですね、うん、いや現にやっぱ儲かってる花屋さんもあるんで、うん、儲かるんじゃないですか、うん、そのやっぱりその経営者がレベル高ければ儲かるんじゃないですか、うん、経営者がレベル低いと儲からないし、うん、はい、以上です。短っ。でだから、まあ、まあどんな仕事にも対してもやっぱ、うん、あの軸となる人がレベル高ければ、うん、やっぱ必然的に売り上げも伸びてくるから、ね。うん、やっぱ経営者であったり、あ、うん、で儲かる業種だと儲かると思いますけどね。その、うん、やっぱ値段も自分で決めれるし、うん、値付けって難しいですよね。そうですね、そこも難しい。それをいくらつけたらこっち側は相場に対して、高いとか安いとか言えるけど、お客さんからしたらいやこれはホームセンター行ったらいくらで売ってるよっていう、どうしても頭をよぎった上で買ったりとか、なんかあこの商品なんかちょっと面白そうやからとか、いろんなこう買う一つ買うにしろ値段であったりその品質であったり、うん、ちょうどこれが欲しかったっていうようなものもあるやろうし、お客さんの、ね、欲しがるものを常に提供し続けるっていうのはやっぱり花屋にとっては難しい、うん、それをやっぱり見極めるっていう風なのはやっぱりこうしんどい、まあ、それが仕入れっていう、うん、確かに思ったよりちょっとなんか手短に終わったな。もっとこう長くなる話が出てくるけど。じゃあ今現在社外で活動していることって何かありますか。ないですかね、僕は。うーん、社外、あの卸とかどうなんですか。卸もまあ
店舗売りではないですね。そうですね、うん、じゃあのスーパーに、うん、あのセルフサービスという形で、うん、まあ、スーパーとか行ったら置き花がある、置き花があるけど、うんうん、それは一応、5件ぐらい、うん、5件ぐらい、そんなあるんですか、はい、ちなみにそれは儲かるんでしょうか。いや、儲からないですね。それはノーマネーということで、それはまあスーパーにもよるんですけど、ね、うん、スーパーにもよりますけど、うん、ここは儲かるぞ、ここは儲からないぞ、そうですね、みたいな、そういうのがちょっとある、ありますね、うん、やっぱり自分の力もありますけどスーパーの力もあるんで、そこは、うん、そこはちょっと難しいことですよね。そうですね、その置き花を置く近くに花屋さんがあれば比較対象になるし、うん、花を買うことができない地域に卸せばそこでみんなはお花を買うっていうことにつながるんで、やっぱりその周りに競合がいるかいないかっていうふうなのは、まあ、ちょっと大きく変わってくるかもしれないですよね。あと絶対的にあの、うん、おキッチンっていうのが取られるんで、おうと言いますと売り上げの何パーセント、ね、そういうのもあるんで一概に言えないと思うんですけど、何パーから何パーぐらいが大体相場なんですか。大体でも 20% ぐらいじゃないですか。 20% 前後ぐらいが、まあ、大体こう取られるパーセンテージになると、つまり100円のものを置けば20円取られる、そうです、ね、うん、300円のものを置けば60円取られると、はい、うん、でもその人件費を思ったらやっぱりこう安いような気もするんですけど、その 20% っていうのは高いんですか、安いんですか。 20% やと、うん、いいと思いますけど、あ、まだありだと、そうですね、うん、それ以上加えるとちょっとしんどくなってきますよね、うん、あ、まあ、確かにこっちはこう加工してそれが、ね、売れるか売れないかわからない商品を置いてるっていうふうなに対して全部売れるわけじゃない、うん、だからそれに対してやっぱり 20% ぐらいじゃないと採算が羽根さん側は合わないよっていう、そうですね、うん、ロスも多いしね、うん、うん、確かにそうですね。だって、ね、100万円売れば、うん、20万円ってぐらいですけど、ね、ということはここの店舗よりも高いですからね、あの家賃っていうのは。ああ、なるほど。もう本当にちょっと狭いスペースで、うん、それだけ、ね、うん、かかってきたら、うん、しんどくないですか。聞いてんのしんどくないですかって聞いてんの、いやいや、あ、俺に。いやいや、店の家賃の方が安いってなるじゃないですか、まあ普通に単純に、まあでも家賃と人件費までセットで計算すればそれだけ、だから言うたら歩合なわけのね、それがいっぱい売れたらそんだけやっぱりこう率が、率っていう金額が上がっていくし、少なかったら少ないなりで同じ1ヶ月間で100万円売れる月もあったらやっぱり50万円の月もある、でも50万円だったら、まあ、だから100万円もほぼ半分でいけるわけだから、まあ、そういう風なのは、まあ、うん、一概に、まあ、20% ぐらいなら花屋さんも OK ですよっていう、そうですね、うん、なっちゃうかな、うん、それではプライベートどのようにお過ごしですか。プライベートは